栄光へのスピンは2020年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズオリンピック出場を目指すフィギュアスケート選手を描く企画制作はサマンサストラットン出演はカヤスコデラリオウィローシールズなど2020年1月1日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信され第1シーズン限りで打ち切りとなった オリンピック出場を目指すフィギュアスケート選手のキャットベーカー。競技に集中したいが、家族や友人との確実体と心の傷、経済的な犠牲など、多くの障害が立ちはだかる。栄光へのスピンのキャスト。上段左からカヤスコデラリオ、ウィローシールズ、ウィルケンプ、ジャニュアリー・ジョーンズ。2018年10月11日、ネットフリックスが、 本作の制作を発表した。撮影は2019年1月28日から5月16日までトロントで行われ、撮影はオンタリオ州にあるブルーマウンテンスキー場で行われた。2020年2月3日、本作が1シーズン限りで打ち切りになると報じられた。本作は批評集積サイトのロッテントマトズに16件のレビューがあり、批評家支持率は63%。 平均点は10点満点で6.5点となっている。また、メトクリティックには4件のレビューがあり、過重平均値は47、100となっている。ありがとうございます。